どうも、ねずっちです。セブンイレブンのある店舗でね、店員が誤ってですね、食べかけのケーキを販売してしまったというニュースありましたね。何でもね、休憩中に店員さんがですね、そのケーキを購入して、ちょっと食べてですね、それを冷蔵庫に置いといたらしいんですね。そしたら別の店員さんが間違ってそれをですね、商品として販売してしまったというんですけども、購入した人はびっくりしたでしょうね。開けた瞬間食べかけですからね。サイズも小さくなってるわけだから、まさにショートケーキだってね、思わねえか。ねえ、思わないね。まあ、だけどね、そのケーキを購入した日がですね、12月24日、イブの日だったんですね。しかもケーキがモンブランということでね、とんだメリクリだね。ねえ、まあ、だけどね、購入した人からしてみればね、セブンイレブンですけども、いい気分ではなかったでしょうね。ねずっちです。では、また。